コタローコインのコタローです。普段のコーディネートやライフスタイルはこちらのインスタグラムにありますので、こちらのチェックお願いします。それと今東京の福生市にあるライオンシェアというねセレクトショップで店舗スタッフとして働いているので、もしお時間ある方はぜひ遊びに来てください。ちょっとね、本題に入る前に一個余談なんですけど、最近ねこの髪型について聞かれることがあったので、ここでお伝えしていこうかなと思います。まあ、どんな問い合わせかというと、まあ、どんな感じでオーダーすればその髪型できますかみたいなね、問い合わせあったんですけど、まあ、僕はね結構こうツイストの緩めの感じでかけてくださいみたいな形でオーダーしました。やっぱねこうスタイリストさんによってその捉え方っていろいろあって、なんかね、まあ、それだけ伝えてもねこの感じにはならない、らしいんですよね。僕も聞いた情報なんですけど。でなんで一番間違いないのは、この自分の写真であったりとか動画であったりをねもうパッと見していただくのが、まあ、確実にね髪型近づく方法かなと思うので、まあ、全然使っちゃってください。で、まあ、なんかの事情でこう写真であったりとか動画見せるのはちょっと嫌だなという方に関しては、まあ、緩めのツイストでこう髪がねこう上に向くような感じでかけてくださいみたいに言うと、まあ、伝わったりするのかなと思うので、まあ、ぜひねこの髪型やりたい方はそんな感じでオーダーしていただければいいかなと思います。はい、ということでねちょっと余談挟んじゃったんですが、早速本題の方に移っていきたいと思います。で、本日の動画を見ていただく前に、皆さんこちらの動画見ていただけましたでしょうか。まあ、こちらの動画はですね、プロッパーのカーゴパンツ紹介させていただいた動画で、まあ、結構好評でね、まあ、これもね DM であったりとかコメントでめちゃくちゃいいですみたいな感じでね結構届いて、まあ、個人的にね結構動画上げてよかったなと思ったので、今回もですねちょっと前の動画で伝えきれなかった分っていうのを、まあ、今回動画を分けて、皆さんにねシェアさせていただこうかなと思いました。で、今回のその動画の内容っていうのがですね、まあ、プロッパーってこの間紹介したカーゴパンツで空張りがね豊富なんですよ。で、この形は気に入ったけどどの色を購入すればいいかわからないっていう方もね、少なからずいると思うので、まあ、今回はね僕のプロッパーのカーゴパンツに関する、まあ、おすすめカラーという形で動画撮らせていただこうかなと思います。で、一応とこの間紹介したこちらのプロッパーのカーゴパンツっていうのが、まあ、ネイビーのものでしたね。で、そのネイビー購入してからもうあまりにも気に入りすぎて、ちょっともう一本欲しいということでね、実はもう一本購入しました。まあ、それがね、こちらの色ですね、オリーブなんですけど、僕はこのネイビーとオリーブの色を購入しました。まあ、なんでね今回はこちらの2色で、なんでこの2色が良かったのかっていうのもお伝えしつつ、最後にねスタイルサンプル、まあ1色で2個、まあ合計でね4つのスタイルサンプルを組ませていただくので、まあ、それを見ていただいてね、あこの色いいなと思っていただいた方は、まあぜひ購入していただければなと思ってます。まあ、なんで早速ねこちらのカラーにした理由を話していってもいいかなと思うんですけど、まあ、一応とね前の動画でも話してはいるんですが、こちらのアイテムのディテールについてと、まあ、ブランドの詳細についてっていうのはねちょっとだけこうサクッと紹介してね、そちらに移っていこうかなと思います。まあ、ということでね、こちらのブランドについてなんですけど、こちらのブランドが設立されたのは1967年アメリカのミズーリ州というところです。アメリカ軍であったりとか陸軍海軍、あとは警察であったりにね、まあ、BDU とか ACU、 あとはミリタリーギアであったりを納入してきているようなブランドさんです。で、今持っているパンツと、まあ、さっきのネイビーのパンツに関してなんですけど、こちらは70年代から90年代にですね実際にアメリカ軍が採用していたようなモデルです。アイテムのギミックに関してもね前の動画でほんと細かくお伝えしてるので、めちゃくちゃね細かく知りたいという方に関しては前の動画見てください。なんで今回もねこちらはさっくり、紹介していきます。まあ、まずこちらパンツの特徴としてはですね、リップストップ生地採用されていることです。まあ、そのリップストップ生地っていうのはですね、タフで耐久性が優れていて、なおかつ軽量でシワになりにくいっていうのがね、まあ、この素材の特徴です。まあ、よくアウトドア用品であったりにね使われているので、まあ、結構ご存知の方も多いかなと思います。あとはフロントのボタンであったりとか、バックポケットのボタン、まあ、どちらもですねボタンが露出しないようにフラップが採用されているような作りになっています。そして裾部分にはシルエットが変えられるようにドローコードも採用されています。まあ、なんでスニーカーのボリューム感によってはね、こちらで裾部分の、まあ、サイジングっていうかシルエットを変えていただいて自分の好みで履けるような感じですね。そしてウエスト部分もこんな感じでね、アジャスターがついているので、まあ、一応ベルトループもついてはいるんですけど、まあ、こちらのアジャスターだけでサイズ変更ができるような形です。で、そして最後の部分なんですけど、ちょっとね動画越しだと伝わりにくいんですが、こんなため補強のためにね当て布がされているダブルニー仕様のパンツです。
まあ、こんな感じでね、実際に軍への納入がされていた、まあ、実績であったりとか、アイテム単体のね、クオリティの高さであったりとか、まあ、これだけね、いろいろと魅力が詰め込まれたパンツで、金額が税込みでも1万円いかないんですよね。一応購入できるリンクっていうのはですね、自分の概要欄に貼っておきますので、まあ、この時点で興味出た方はぜひそちらからチェックしてみてほしいです。で、今紹介させていただいたのがこちらのアイテムの、まあ、大まかな概要なんですけど、まあ、今回の本題であるなぜこちらの色にしたかっていうことをお話ししていこうかなと思います。なんで早速ね、今回購入している1着目のこちらのネイビー選んだ理由なんですけど、このネイビーって結構光のね、当たり具合によって、まあ、色の差し替わりっていうのがね、結構大幅に変わるんですよね。まあ、もちろんどのパンツどのアイテムであっても光の当たり具合によって表情変わるっていうのはもちろんなんですけど、特にこのネイビーっていうカラーがね、めちゃくちゃね、表情の差し替わり大きいなと思ってます。まあ、今のこのちょっと撮影してる場所がですね、ちょっと薄暗くてこんな感じなんですけど、暗い場所だとね、ちょっとブラックに近いような感じの色味になって、光が直接当たる場所に行ったりするとね、ほんと色味が急に明るくなるんですよ。まあ、なんでこちらのパンツ1本で結構その光の当たり具合によってね、表情が変わるっていうのがこの色を選んだ最大のポイントかなと思ってます。でもう一つがこちらのオリーブですね。まあ、こちらのオリーブ選んだ理由としては結構安直で、まあ、ただただミリタリーウェアって言ったらこのカラーだよなって自分の中であったので、まあ、なのでね、そういった意味でこちらのアイテムのカラーを押さえておきました。まあ、もちろんカーキであったりとか鴨柄っていうのもね、ミリタリーウェアの定番ではあるんですけど、まあ、僕自身がですね、最近スウェーデン軍の M59 とかチェックしてることもあって、このカラーがね、ほんと魅力的に感じちゃったんですよね。まあ、あと他にも自分が持っているこう洋服のカラーとのね、相性っていうのも考えて、まあ、このカラーが一番使うかなっていうのもね、まあ、踏まえて上で今の2色だったんですけど、まあ、皆さんもね、それと同じに、まあ、自分の持ってる、まあ、アイテムのカラーとか相場を見て、まあ、それで判断するのが一番いいのかなとは思ってます。まあ、それでもね、何色を購入するのがいいって結局悩む方ってね、大勢いると思うので、まあ、そういった方に関してはね、こちらの動画で、まあ、今紹介したカラーであったりを実際手に取っていただくのありかなと思います。はい、ということでですね、本日は、まあ、こちらのプロッパーのカーゴパンツをですね、まあ、細かく紹介する動画っていうよりも、最初にも言った通りね、まあ、僕のおすすめのカラーであり、まあ、最初にどんなカラーを購入すればいいかわからないっていう方に関して、そういった方に向けての動画だったので、まあ、説明はね、ここら辺にしておいて、まあ、最後にね、こちらの2色の、まあ、カラーのパンツを使ってスタイルサンプル、まあ、4つ分ですね、合計組んできたので、まあ、もしね、小太郎と同じパンツの色を買おうっていう方に関しては、スタイルの方も参考にしていただければ嬉しいなと思ってます。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。遠くの場所までレッツゴー、それか布団の中にテイクオフ。チルな朝なのに体が重いからって昨日は後悔。クラブハウスの腐ったミュージック、酒弱いのに気がある休日。急に寒いって切るのは9時、寝ぼけまなこの午前9時。 Like a sex machine 流す JB、 ファンクなノリ方、気分はアップアッパープラスマイナス行って帰って、普段の改札切符なくして、あっしゃ加えた8ミリ火つけるならたまに街に会う。乾いた唇に新しいリップでキックしてバースの横な頭の中、頭でグー出てくるフェッシュなの。 You know what I mean? Oh no no、 しけたデッキにまたライトオン。今夜のパレードは君と泣いてファイト。喋んなよ baby girl、 嘘がこぼれちゃう The Lady Down。 いつも通り笑って Breaking Heart、 くすぶった俺に当たるスポットライト。 She's up bro、 今日も出る弾いて新しい Trick Make She だっていいぜ。あんま楽しそうにしてないね Weekend、 またどこかで名もなき One Love。 I might not mean it I'm my friendいかがでしたでしょうか。本日はですね、プロッパーのカーゴパンツの、まあ、おすすめカラーという形で紹介させていただきました。
僕自身もね、今持っているこのネイビーとオリーブ以外にもですね、たくさん気になっているカラーあるので、ちょっとずつでも集めていこうかなと考えています。なんでそんなね、こう複数本買わずに、何本か持っときたいっていう方に関しては、今回紹介したネイビーとオリーブめちゃくちゃおすすめなので、ぜひね、概要欄にあるリンクから飛んでチェックしてみてください。はい、ということで本日の動画はこの辺にて終わりにしたいと思います。本日の動画が良かったと思ったら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。